おはようございます中村玄子です本日もよろしくお願いいたします本日はこんなご質問をいただきました太極拳の練習で灯路の名前を示す形定式と次の形までの途中動作可式という考え方もありますかはい、ご質問いただき ありがとうございます対極拳においての定式と仮定動作仮式と言いますねこの2つにおいてすごく重要なポイントがありますこの定式と途中動作仮定動作においての解説をいたします中村玄光の対極拳解説はい、まず対極拳においての定式これはすごく短い時間です これは、いわゆる点ですね。で、点から点へ結ぶ線があります。これが、いわゆる、過程動作、可式とも言われるものです。途中動作ですね。ということは、どちらの方が重要なのかこれはもう、答えは簡単です。過程動作、可式の方が重要です。なぜなら、対極拳は形を作るものではなく、動きだからです。 この動きというのは路線そしてどこをどう使うのかこれが結構重要なポイントであり定式動作というのはこう止まった時に写真をパシャッと撮られた時にきれいかどうかなのですがこれは仮定動作が正しければ定式は必ず正しくなっていきますただ一番重要なことは 定式動作で最も考えなければいけないことは目線と軸です。軸というのは自分の正中線です。例えばイエマーフェンゾーンを行った時に正面で見た時には最終形は必ず自分の正中線で終了する,するべきです。この正中線で終了するべきこの動作がもしずれてしまうと定式動作もあまりかっこよくないなと思ってしまいますのでやはり正中線だけ保ってください。 どこに対してこの動作、定式は終了するのかは明確に知っておいた方がいいです。例えば今のイエマーフェンゾンにおいては、正中線なのですが、もっと細かく言うと、前の手の正中はどこなのかです。正中線に対して私の中では、指の付け根のあたり、ここですね、が正中にちゃんと入ることですね。というのが重要です。 これが指先では少し行き過ぎてますね。ちょうど自分の成虫に人差し指の付け根があって、斜めにスパッと入っていくところ。これが自分の成虫線ですね。そして、ロウシアオブ。ロウシアオブは肩の前に押していますので、この成虫に対して自分の体は空いてます。肩の前に押している状態のこのロウシアオブ。そして、例えばガオタンマー。 ガオタンマーにおいては私腰を少し回してますのでまあまあ正中に近いんですがこれもやはり肩の前ですこのようにちょっと細かいんですけれども定式においては明確なこの位置というのは自分自身で把握していくべきですがしかしもっと重要なのは途中動作です途中動作は何かと言いますとやはりここでは虚実が明確でなければなりません虚実というのはどちらの手が初動 先に動いて、どちらの手が後から動くのか、これも関係します。実際には全ての動きは左右の手は同時に動きません。攻撃防御と考えたとしても動きません。例えば分かりやすく言いますと、イエマーフェンゾン、ボールを抱えて分け開きますよね。これはボールを抱えているところから、用意どドンで入って動かないですね。先にやはり上の手が先に少し動いてから腰が回って下の手が出ていく感じです。 このように動きというのは先に動く方と後から動く方があったりしますしそしてもう一つ言うと私結構好きなのがタイミングですよくパイフォーリアンチで左右のタイミング言いますね胸の前で合わせて上下に分けた時に上の手は短い距離下の手は長い距離だったりしますからこのタイミングが違う 上の手は少しゆっくりめ、そして下の手は少し急ぎめというようにして、最終形は同時に一致完成すべきですよねというように、両手のタイミングも変わってきます。そして対極形の角度です。角度というのは、対極形の横というのは、 真横じゃありませんよね。少し内側、約両方とも開いて135度ぐらいが太極拳の横と言われています。この円の中でしか動きは動きませんので、例えばドンジャオであるときもこの角度でしか動きません。横から見ましたらこの角度ですね。このようにして動いています。この動きというのは自分の可動域、太極拳における可動域です。関節における可動域ではなく、太極拳における可動域。 太極拳はここからここの幅でしか動きませんという幅がありますので、それをやはり家庭動作、途中動作の中で確認をしていきながら行う。これは逆に言うと太極拳のような柔らかく無理のない動きをするためには、その角度の中で動かなければ力が入ってしまうし、不自然で居こちなくなってしまいやすいからこの角度で行うということです。ですので、やはり途中動作、家庭動作がすごく重要です。 路線、角度、タイミング、そして初動。それらも全て関係しますので、やはりこの部分は、太極拳の永遠のテーマである、過程動作、途中動作を重要視してください。中村原稿の太極拳解説。まあ、唯一、定式動作という最終形ですね。ここを重要視するなと思ったら、そこについては3つ理由があります。1つは、最終形における緩みです。 緩みというのは最終形が終わってから緩むではなく、最終形に至る過程までに緩み終わります。はい。ということは、最終形というのは動作の終わりです。 対極拳の言葉では、動作の終わりはその次の動作の始まりという言葉があるように、ここで終わって緩んでいてはその次の動作につながらなくなっちゃうんですね。もうここで止まってしまいますので。なので、ふわーっと分けて緩んで最終形終わったなと思ったらその次の動作につながりやすくなるべきなので、最終形におけることにおいては、この最終形までに緩みが終わるということは結構重要です。 そしてもう二つ目。この定式動作においては、やはり一致完成という言葉があるように、これは私の中でイメージとしては、回帰日食、回帰月食のように、何かと何かが合致するときというのは、心地が良く、そしてなかなか難しいことです。定式は、その何かと何かのタイミングをバチッと合わせることですね。やはりこれは対極形でいう、心地が良いポイントです。 タイミングが合う心地の良さ、そして緩みの心地良さ、これを同時に得られるのが定式動作です。このタイミングを合わせたり、何かと何かが同じように回転しているんですが、ここでピタッと合う。これは2番目の目的でもあります。そして3番目の目的。これは、例えばイエマーフェンズのローシアブをします。この形をした時の美しさ、綺麗にするためには、やはり正しい形、このゴンブー、足の幅、肩の前、下の手、 ここを明確にすることです。何かと何かがバチッとタイミング合うということは、その最終形は美しくなければなりません。下の手が引きすぎていたり、前の手が出すぎたりすると、それはやはり違和感があって、最終的には力が入ってしまいがちなので、このちょうどいい力の抜けた、柔らかい、ゆったりとした、穏やかな、そしてかつかっこいい定式動作は、やはりこの鏡などで練習して、確認した方がいいかなと思います。 中村玄光の対極拳解説今回のご質問仮定動作と定式動作これは両方とも同じぐらい重要ですただし定式動作は点一つの点一つのコマですすごく少ないですそして仮定動作というのはこの定式の動作を点と考えたならば線でたくさんのコマがあります何十何百のコマがありますですので 家庭動作の方がたくさんの確認事項が多いです。しかし、定式動作はその1個の形で全てが決まってしまうので、結構責任が重大です。ですので、コマ数は少なくても定式動作は美しく柔らかく正しくすべきですし、この家庭動作はたくさんの動きがありますので、この家庭動作の方が練習量は明らかに多くなっていきます。今回の 家庭動作と定式動作においての考え方、これは別々の目的がありますが、両方とも同じぐらい重要です。そして家庭動作というのは最終形でもありますし、最終形というのはその次の動作の始まりでもあり、最終形に向かって徐々にどんどん緩んで最終形となっていくという楽しみもあります。これは緩むポイントであり、心地よいポイントでもあります。そして家庭動作というのは 動作の協調性、足や腰や股関節両手のタイミングこの協調性が常に問われてきますのですごく神経を研ぎ澄まして練習すべきことかなと思ったりしますでもこれも体極拳の楽しみでもありますよね家庭動作、ぜひ楽しんでください。そして定式動作是非かっこよくいつでもその定式動作をかっこよく表現できるようにしてください今回のご質問は定式と家庭動作についてでした。ご視聴をいただきありがとうございました 中村玄光でした。